宮城打ったで拾っておいてエジカルジュニアのシュート、後ろからボレー狙った決まった、こぼれ球家永、山根、宮城打った、宮城打った、94分ひっくり返したフロンターレ、宮城打った、矢のような、最後は吉田選手の突破力、はい、少し雨足が強まってきましたが、そんな中ゲームスタート、まずは中盤海洋セザールのところからストレート系のボール、これが止まります、で2列目で拾っておいてエジカルジュニアのシュート、いきなり来ました、アウェー長崎、2列目で拾っておいてエジカルジュニアのシュート、いきなり来ました、アウェー長崎、この最初のこのパス、川原シャープに入れた、後ろからボレー狙った決まった、セットプレーのこぼれ球、先制熊本です、川原シャープに入れた、後ろからボレー狙った決まった、スーパーゴール、อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification